デススター、デススター、デススターは映画スターウォーズシリーズに登場する架空の宇宙要塞である。銀河帝国の保有する大型軍事バトルステーション。直径は約 120km にも及びオルデラン級の惑星、現実世界における地球と同規模の惑星を一撃で破壊可能なスーパーレーザー砲が搭載されている。また、 敵艦隊による攻撃を排除すべく、約数百機上の艦載機と各種ターボレーザー砲により強固に武装していた。映画、スター・ウォーズエピソードに、クローンの攻撃では、ジオノーシアンの持っていた、デススターの設計図を、ドゥークー伯爵、ダース・ティラナスが、ダース・シディアスに届けるシーンがに、ジオノーシアンが本体設計に関与していたことが明かされている。なお、クロスセクションでは、 ターキン総督の発案としている。映画、ローグワン及びその前日端にあたる小説、カタリストでは、上記のスーパーレーザーの開発に際し、オーソンクレニックによる指揮のもと、主任開発者であるゲーレン・アーソなど数多くの科学者を強制的に動員したことが明かされた。デススターはそれ自体が巨大な軍事組織でもあり、内部には、上院の生活する居住区画だけでなく、 トレーニングジムから守保まで様々な福利構成施設が完備されていた。初代デススターの指揮官はターキン総督であり、その補佐役として帝国軍上層部の高級将校たちがこのデススターに乗り込んでいた。なお、第二デススターの指揮は皇帝自身がとっており、モフジャジャーロッドがデススターの司令官として皇帝の命令のもとにデススターの上院たちを指揮していた。 デススターは惑星をも破壊可能な強大な兵力を持つ宇宙要塞だが通常航行のためのイオンア高速エンジンとハイパースペースジャンプに必要なハイパードライブ等を兼ね備えた巨大宇宙艦戦闘ステーションでもある。劇中でもデススターが惑星オルデランに接近する様子が描かれている。この巨体を動かすためのエンジンやハイパードライブ等は デススターの赤道庫に沿って設置されていた。また、このトレンチは、港湾施設も兼ねており、エピソード4で、ミレニアムファルコンが打破された、ドッキングベイ3207も、ここに存在する。さらに最高指令室は、スーパーレーザーデッシュの縁、デススターの目に位置していた。本編におけるデススターは2度にわたり建造されたが、いずれも、設計図が、 反乱同盟軍の手に渡たって弱点が露見し、破壊された。初代デススターは、エピソード3、シスの復讐の終盤で建造が開始され、エピソード4、新たなる希望の時点ではすでに完成していた。乗員は、約100万人。スーパーレーザー砲の低出力での死者のために、惑星ジェダの生徒及び初代デススターの設計図が、保管されていた惑星スカリーフの下出ルタワーを、 反逆者への見せしめとフルパワー状態でのテストのために惑星、オルデラムを破壊している。アナキンがダース・ベイダーへと変貌した頃にはすでに建造が始まっていたことが明かされており、完成まで約20年かかっていることがわかる。一方の第二デススターはエピソード5と6の間の約1年で、その大部分がすでに完成しているが、ジョージ・ルーカスは この建設期間の差について、シスの復讐の DVD の解説音声で、最初のデスターは、物資の調達に苦労したからと語っていた。後に、生死のスピンオフ作品では、デス,スターの建設資材の中継を行っていた基地が、反乱軍のテロ攻撃の標的となったり、設計図の完成に協力を強いられていた技術者たちが、逃亡したりといったアクシデントが起きていたことが、明かされており、 そうしたトラブルが工事の遅延につながっていたことが示唆されている。スピンオフとなる映画、ローグアンでは、主任開発者、ゲーレン・アーソの存在が語られた。彼は、デススターの建造プロジェクトの責任者、オーソン・クリニックの旧友であり、開発に協力していたが後に脱走した。 クレニックは遅延していたデススターの建造を進ませるためゲイレンを連れ戻し、その際に抵抗した彼の妻を殺害した。娘とも生き別れとなったゲイレンは復讐のためにデススターを破壊するための弱点を密かに用意し、反乱同盟軍の手に情報を渡らせた。また、本作ではオルデラン破壊以前にスーパーレーザー砲のテストと称して、 海ークリスタルの採掘が行われていた惑星ジェダの中心地にして、フォースやジェダイの信奉者たちの聖地でもある、ジェダシティを破壊している。このテストは、帝国元老院には事故として処理されたが、デススターの存在を知る反乱同盟軍は、デスス設計図の情報が存在する帝国のスカリフ基地を攻撃し、多大な犠牲の上で、設計図のデータを奪取したとしている。その後、 前述の通りオルデランを破壊し、追跡装置を取り付けられたミレニアムファルコンを追跡して、反乱軍の本拠や便用に出現するが、そこで戦闘機体の攻撃を受ける。最終的に X ウィングに登場したルークスカイウォーカーがダース・ベイダーの追撃をかわしながら、デススター表面上のトレンチ内を飛行し、ハイパーマター、超物質反応路へと通じる間軌とに、 プロトン魚雷を撃ち込んで大規模な連鎖反応的爆発を引き起こすことで破壊した。この排熱口とダクトこそアーソによって仕組まれた唯一にして致命的な弱点だった。また、戦闘機での攻撃を想定しておらず、小型かつ高速の標的に対する標準システムに難があったとされており、換気ダクトを狙う戦闘機を自ら撃墜できなかったことも災いした。 第2デススターは、エピソード6、ジェダイの帰還に登場。上院は200万人を超える。初代デススターでの惨敗に失望した皇帝は、ダースベーダーを降格する一方で、初代デススターの脆弱性に警鐘を鳴らしていたカシオタックを大将軍に任命し、第2デススターの建造には、彼の哲学を反映するよう命じた。その結果、初代の問題点は大幅に見直され、 根本的な再設計が行われた。第2デススターのスーパーレーザー砲は移動する戦艦を攻撃できるほどに迅速に照準を合わせ的確に砲撃することが可能となった。また発射に要する充電時間も動力炉を大型化することで大幅に短縮することに成功した。そのため第2デススターは初代より大型で直径 160km にも及ぶ。 加えて他の兵装も大幅に強化し、初代のもう一つの欠点とも言われていた小型戦闘機に対する強固な防空対策も行われた。対空レーザー砲を大幅に増備することで小型機がほぼ突破不能な対空砲火を行えるようにした上、無数のタイファイターも配備した。皇帝は反乱同盟軍を一網打尽にすべく、 スーパーレーザー砲が完成済みであることはあえて隠し、新たなデススターを衛星エンドア付近で建造中で、あるという機密情報を故意に漏らした。そのため、エンドアの戦いの時点では、第二デススターはまだ未完成であった。しかし、小型戦闘機の侵入を防いでいたシールドの発生装置を破壊され、ランドカルリジアンの操縦する。 ミレニアムファルコン号と反乱軍戦闘機部隊との侵入を許してしまった挙句、迷路のように複雑なダクトを伝って、直接内部に侵入され、中心部の各融合炉を破壊されたことで、第2でススターは大規模な誘爆を起こし、皇帝ともども完全に滅び去った。スターキラー基地は、エピソード6から30年後が舞台となる、スターウォーズ、フォースの覚醒において登場した。 帝国軍の残党勢力、ファーストオーダーの本拠地を兼ねる、成系全体を破壊能な移動式の要塞惑星で、劇中ではデススターの進化系と評された。外見はデススターによく似ているが、その最大の違いは完全な人工物であったです。スターと異なり、こちらは一つの惑星を丸ごと利用して建造されたものとなっていることである。その惑星は、 設定資料によれば、帝国が占領した未知領域にある氷の惑星、惑星に存在したエネルギー収束クリスタルを利用したなどの特徴から、クローンウォーズなどで、ジェダイがライセーバーの材料である、カイバークリスタルを収集していた惑星イラムであると推測されるが、現在公式設定においては、惑星の名前については明言されていない。一つの惑星を丸ごと利用して、 ファーストオーダーの軍事基地へと作り替えられたことで、その大きさは衛星サイズであったです。スターと比較しても、はるかに巨大なものとなっている。かつて帝国軍で研究されていた、超兵器のテクノロジーの集大成とも呼べる規模の強力な砲塔を備えており、約数百光年以上離れた遠方の星系を直接砲撃することが可能という途方もない威力を発する。 デススターのスーパーレーザー法は、ハイパースペースとつながるメイン反応炉から超高速物質、ハイパーマターのエネルギーを引き出して、惑星を破壊するほどの強大なパワーを生み出すというシステムだが、スターキラー基地は宇宙に偏在する暗黒物質を収集してエネルギーに変換し、さらに近隣の恒星の核融合エネルギーを丸ごと吸収ることで超新星爆発に、 匹敵するほどの膨大なエネルギーを蓄積。そして、仮想エネルギー、ファントムエネルギーへと変換し手法から、ハイパースペースそのものを引き裂く、驚異的な威力を持たビームとして発射する。この光線は、ビームのように見えるが、実際は、空間の歪みそのものであり、相対性理論を超えて、瞬時に目標とする数百光年離れた成系に到達。 惑星質量に衝突するとそこで瞬間的にエネルギーが解放され小規模な超新星爆発を引き起こす。この際の天文現象は空間そのものが歪まされることで数百光年離れた場所でも圧倒的な光として観測される。銀河の未知領域の奥深くで新共和国の政治家やレジスタンスの探査機による注意、深い監視を免れ、 三十年という長い年月をかけて恐るべき、超兵器として建造されたスターキラー基地は最初の標的としてレジスタンスを陰で支援している新京和国が現在の元老院を置いていたコアワールドの都市惑星ホズニアンプライムを選ぶ。この時、新京和国元老院ではレジスタンスの小高校生らがファーストオーダーの危険性を議会に訴えていたが、時すでに遅く、 コーセラと新京和国議長及び議員たちが、シンクに染まる空を上げた頃には、ホズニアンプライムを要する星形の星々すべてが、一瞬にして消滅してしまった。次の標的として、レジスタンスの本拠地の置かれた惑星リカーを狙うが、レジスタンスとの激戦の末に、唯一の弱点であるエネルギー制御装置、サーマルオシレーターを破壊され、蓄積した。 膨大な恒星の核融合エネルギーを制御することができなくなってしまう。そして徐々に惑星の近くそのものが崩壊し、最後は一つの燃え盛る恒星と化し、スターキラー基地の存在した成系は連成系となった。スピンオフ作品には、デススターと同等の破壊力、機能を備える兵器が多数登場する。しかし、現在ではこれらはすべて、レジェンズ、 正子のものである。初代デススターは、恐怖による支配というターキン主義、カノン、正子における、ターキンドクトリンとは異なるを、銀河全体に浸透させるための道具として、利用されていた。事実、ターキンは、独自に、スーパーレーザーの使用権限を与えられており、劇中での描写の通り自由に使用できるばかりか、ターキン総督の側近も否定徳などは、 デススターの力で皇帝に謀反を起こすようターキンに進言するなどしており、デススターの司令官たちが皇帝に対し強い独立性を保っていたことが伺える。エピソード4におけるダース・ベイダーはターキンの監視の密命を帯びにいたとも言う。初代デススターの建造に約20年もの長い後期を費やした理由についてジオノーシアンによる当初の設計に 重大な欠陥が見つかり、ケッセルにほど近い猛秘密研究所で再検討を余儀なくされため、一時建造が中断されていたという後付けによる公式設定が発表されていた。後に発表されたスピンオフ小説デススターでは他の政治的な理由も絡んで初代のデススターの工事何度も中断されていたとされている。また、ジオノーシスや猛秘密研究所で初代 二代目と設計を担当したベベル・レメリスクの存在も大きい。彼は初代喪失後に皇帝の命によって巨大な昆虫に捕食されるという残虐極まりない法で処刑された後、クローンとして復活させられた。レメリスクはまず最大の弱点を克服するため、二代目の大型排熱ダクトを何百万ものミリ単位の小型排熱ダクトに置き換え、 そのすべてで初代の機能を完全に保管可能なように改良した。これにより、初代のように直接魚雷を撃ち込まれることを防ぎ、万が一攻撃を受けたとしても、ダクト内部は外圧のエネルギーを完全に吸収する様設計されているため、攻撃は動力炉に到達する前に無力化してしまう。最大の弱点を克服した後、デメリスクはデススターの主兵装である。 スーパーレーザーの改良にも着手した。初代のスーパーレーザーは威力は申し分なしであったが、補足システムと火力調節機構をさらに改良する必要があった。レメリスクによる試みは大きな成功を収めた。第2デススターはこれらの対策で鉄壁の防御を誇り、万が一破れる可能性があるとすれば、それは建設中に攻撃された時であるとレメリスクは、 予想していた。彼は、この事実を皇帝にも進言していたとされる。なお、デススターを完成させた、もう秘密研究所では、他にも極秘に、各主張兵器の研究開発が行われ、そのうちのいくつかは、実際に、帝国軍によって、実戦投入されていたが、後に新共和国によって、この研究施設は、完全に破壊された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。